こんにちは。学習塾ですと、福知山の小西優穂です。今回は中3国語の教科書、詩ですね、えー。挨拶というのをやっていきたいと思います。こちらはサブタイトルに原爆の写真に寄せてというふうに書いてますね。なので、この詩っていうのは、まあ、原爆、広島に落とされた原爆の、まあ、それのまあ悲しさというか、被害というか、まあ、そこに焦点を当てて書かれた詩だと思ってください。 まず、えっ、ー、と、原爆、広島に落とされた原爆について皆さんは知っているでしょうかここにちょっとまとめていますが、1945年、まあ戦時中ですね、戦争中の8月の6日、午前8時15分、朝でした。広島に原子爆弾が投下されます。原子爆弾というのはもう、ものすごいエネルギーの爆弾ですから、もう広島一帯が飲み込まれるほどの大きな爆発が起きた。そして、えっと、それを、 その爆発を受けた人っていうのはもちろんだけど、あとそれによって広がったあと、まあ、被爆者。だから被害を受けた人たちっていうのは、1952年に集計された当時でも、まあ、推定25万人もの人々が、まあ、苦しんでいたもし。もっと言うならば、まあ、今も苦しんでいる。まあ、そういった人たちがもう多数ここで生まれたというわけです。こんな悲惨なあと事件っていうのが1945年に起こった。 その写真っていうのがあるんですね。えっ、ー、と、広島の方に皆さん行ってもらうと、まあ原爆ドームっていうのがあって、それからまあ、あとその原爆についての,この資料館っていうのがあったりします。<laughs> G7 でしたっけえっ、ー、と、ちょっと前にね、行われた、あと広島で行われたあ、サミットか。サミットでも、あと各国の首脳人たちがこの広島の原爆の、まあ、資料館っていうのを訪れて、 まあそれを見たというのが、まあニュースでもあったと思います。はい。で、そこでは、あーとまあ、広島でどういう被害があったのかっていうのが、まあ写真だったり、まあ博物館形式でこういろいろ綴られているわけですが、今回はその写真を見ながら、ーとそれについてのこう詩っていうのが書かれている。そういう作品になっています。ただ、教科書には写真は載っていません。 気になる人はまあ調べてみてもいいですが、結構ショッキングな写真とかも結構あったりしますので、えーっと <laughs> まあ、そういう写真を見て、えー、こういうのが書かれているんだという、まあ、そういう情景だけまず押さえてほしいなと思います。はい。さあ、そしたら早速中身について見ていきましょう。まずはあらすじ紹介ですね。で、えー、っと今回のこれ詩ですから、えーっと、現代の私たちの言葉で書かれている口語です。 そして、五七五みたいな決まりの文字数っていうのはありませんから、自由詞。さらには、あと行がこう空いている部分が多数ありますよね。これはまあ意味のまとまりとして捉えられますので、えっと、これを連というふうに言いました。この連が1から7まで。つまり、第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7連まであると思ってください。 今回、その第7連までの内容を一言でまとめて、ここはナンバリングしてあります。それはまあ一個ずつ見ていくという形式で見ていきましょう。はい。そして、えっ、ー、と、まあ、原爆については今説明したんですが、えっ、ー、と、最初は、あというこの一言から始まっていますね。あこの焼けただれた顔は、1945年8月6日、その時、広島にいた人。 25万の焼けただれの一つ。はい。ここでは、えっ、ー、と、あっていう言葉とともに、原爆の写真をこの被写が見ているというふうにイメージしてください。その写真を見て、あ、この人は原爆の被害を受けた人なんだ、その写真なんだというふうに、まあ、発見をしています。それは原爆で死んだ25万人のうちの、まあ、焼けただれた顔、焼けただれるっていうと、まあ、 もうものすごいこう熱を浴びて、もう溶けるみたいな。も皮膚がもうボロボロになる。もうそれぐらい原爆っていうのは被害が大きかったわけです。そんな焼けただれた顔の一つが写真に収められていた。そんなショッキングな写真っていうのを筆者は見ている。そしてその顔っていうのはもうすでにこの世に存在しない。要するに亡くなってしまったわけですよね。しかもそれは一人ではない。 今回たまたま写真に写っているのは一人だけど、その写真にさえ写らなかった多数の被害者、被爆者がいる。まあ25万人ぐらいというふうに、ここでは書かれている。で、その被害を受けた顔っていうのを振り返りながら、第3連では、とはいえ、ともよ。向き合った互いの顔をもう一度見直そう。戦火の後もとどめぬ。健やかな今日の顔。すがすがしい朝の顔を。 まあこんな感じでまとめられていますね。友よっていうのは、まあ友達の友ですが、まあ私たちということです。今を生き抜く私たち。今の私たちのこの健やかな顔。今元気に皆さん生活してますよね。その顔をお互いに見てみてよというふうに言っている。ここでは、えっと、健やかな今日の顔、すがすがしい朝の顔をで終わっていますので、 すがすがしい朝の顔をもう一度見直そうというふうに続きます。省略が、死の表現としての省略が使われていますね。そうして見直した顔の中に、その顔の中に明日の表情を探すとき、私は立然とするのだとあります。立然って意味わかりますかこれは恐れおののく、怖くて震えるという意味です。私たちが 今の私たちの顔を互いに見直す中で、明日の表情を探す。明日も同じように笑っていられるだろうか。明日もみんなここにいる互いの顔が、えっと、今のままあり続けられるだろうか。そう思うと、私は立然とする。怖いんだ。そういうふうに言っています。なんで怖いんでしょうそれは第、第1年とかで、まあ原爆の 被害を受けた写真っていうのを見て、そして今の顔を見て、まあ、比べられてますよね。でも、今の私たちの顔っていうのは、別にあと、何かを被害を受けたっていうわけでもなく、ボロボロに傷ついたっていうわけでもない。悲しいことなんてないはずなのに、それでも立然とする。なぜか。第5連では、えっ、ー、と、話がまた変わります。地球が原爆を数百個所持して、生と死の際どい縁を歩くとき、 なぜそんなにも安らかにあなたは美しいのかここちょっと難しいですが、要するに地球、今現在生きている私たちの地球にも原爆、それってたくさんあるの皆さん知ってますか <laughs> 今は使われてない。どこで、まあ戦争っていうのはまあ悲しいですが、起きてしまっているところもあります。紛争とかね。でも、そこでは使われていないだけで、原爆っていうのは実は大量に所持されています。 で、その原爆が廃棄されず、今まだ地球にある状態なんです。いつ爆発しても、いつどこでどの国が使うかもわからない。そんな破滅の危機に今私たちは頻しているわけですよ。いつ飛んでくるか本当にわからない。なのになんで私たち、まああなたと言ってますか、は安らかに美しいのか。そういうふうに疑問を投げかけているわけですね。筆者は、 明日が来ないかもしれない。そんな不安を抱いているわけです。だから、私たちが明日も同じようにこの表情を浮かべられているか、そのイメージがつかないわけです。死ぬかもしれないからです。だって、こんな原爆がたくさんある中で、明日も普通に生きているなんて保証はないんですよね。そんな中で、こんな安らかに美しい顔のまま生きられるんだろうかっていうふうな語りかけがここであります。 で、ここではあと、地球が原爆を所持してとあるように、えっ、ー、と、これ、正しくは地球に住む人々、まあ私たち、どっかの国がっていう意味ですが、地球が所持しているとありますので、これ、擬人法。地球を人に見立てて表現がされています。はい。じゃあ第6連に進みましょう。さっきの話の続き、静かに耳をすませ。静かに耳をすませ。何かが近づいてきはしないか 見極めなければならないものは目の前に。えりわけ,けなければならないものは手の中にある。午前8時15分は毎朝やってくる。ここでは耳をすましなさいと。そして見極めなさいと。そういうふうに言っている。えり分けるっていうのはまあ選び分けるという意味です。だから、原爆の危機。つまり私たちの命が失われてしまう。そんな危険っていうのは常に近くにあるものだ。 だからこそ、あと耳を澄ませて、目の前のものを見極めないといけない。<laughs> 間違った方向に人々が進んではならない。まあもっと具体的に言うと、戦争をしてはならない。原爆を落としてはならない。人を傷つけてはならない。そういう意味ですよね。それを見極めないといけない。そして、8時15分は毎朝やってくる。というふうに書かれています。これどういう意味なのかはまた後で説明をしますね。そして、 この1945年8月6日の朝、一瞬にして死んだ25万人の人すべて、今あるあなたのごとく、私のごとく、安らかに美しく油断していた。今回の詩はこれで終わりになっています。第7連では、広島で死んだすべての人がというふうに過去のところに焦点を当てている。そして、その人たちも今日の私たちみたいに 安らかに美しい顔をしていたわけです。こんな悲劇があるとも知らずに、安らかに美しく油断していたとありますね。油断っていう言葉結構あの印象的ですよね。で、まあ当然ですけど、この時期、まあ8月6日っていうのはもうまさに戦時中です。日本がまあ戦っている。ですから、油断はしてないと思うんですよ、正直。 もういつ死ぬかわからないなんていう、そういう境遇に置かれてたのは事実です。なんだけど、原爆。これは一般市民は知らなかったわけですよね。そんな絶大な爆弾、絶大な意欲を誇る爆弾っていうのがあることっていうのはあと、その当時は知らされていなかったでしょうし、8月の6日に落ちるなんていうのは誰も予想していなかったはずです。そういう意味で、ここでは油断という言葉が使われている。 まあそういうふうに思ってもらえたらと思います。はい。ということで、まあ、ここで語られている内容については大まかに説明をしましたが、もう少し細かく見ていきましょう。よいしょ。詞 <coughs>、はいまあの中で出てくる印象的な言葉とかね、セリフとか、そういうものを少しずつピックアップしていきます。まず、第1連から第3連までのところを見てもらうと、 顔というのがひたすら出てきます。焼 <laughs> けただれというま顔、焼けただれた顔はっていうのと、向き合った互いの顔、健やかな今日の今日の顔、すがすがしい朝の顔っていうふうに、顔っていうのがたくさん出てくるわけですね。ただ、第1年で出てくるこの顔と、第3年で出てくるこの顔たちっていうのは、全然意味が違います。まあ 読んでてなんとなくわかると思うんですが、第1連のこの焼けただれた顔っていうのは、写真に写っている顔ですね。要するに、原爆によってひどい火傷を負ってしまった、負傷してしまった人の顔、それが映し出されている。に対して3、第3連で書かれているこの顔っていうのは、広島のその3時、原爆が落とされて以降、時間が経った現在の私たち、今ここに生きている私たちの顔です。 その私たちの顔っていうのはどういう顔かというと平和な日常を生きている顔なんですよね。これわかります ?1 番では、ひどい火けを負った、この原爆の被害を受けた顔、悲惨な顔っていうのがここではあと示されている。に対して3番、私たちっていうのはそんなことも知らずに平和な日常を生きている。まあ、知らずにというか、そんな被害、 が、あと、を受けずに平和に生きている。っていうことで、ここでは、まあ、対比されているわけですね。ここでじゃあ、筆者が言いたいことって一体何なんだろうか。それが、もう、第5連、第6連、第7連と進んでいくにつれて、まあ、よりわかりやすくメッセージとして描かれています。第6連見てください。さっきも言いましたが、午前8時15分は、毎朝やってくる。というふうに書かれてますよね。 まあ時間としてこの時間が毎朝やってくるっていうのは当たり前のことです。でもこの8時15分って何の時間でしたかこれ、えっ、ー、と、詩の中自体には書いてはいませんが、えっ、ー、と、最初説明しましたね。 原爆が投下された時間です1945年8月15日、<ん>8月6日午前8時15分この時間に原爆が投下された8時15分というこの時間はすごい特別な意味を持っているわけですこの詩の中ではそして地球上にはまだ原爆があります使われていない爆弾原爆がたくさんあるそんな中で毎朝やってくるこの8時15分 この8時15分っていうのはいつ同じことが起こっても不思議じゃない8時15分なんですよね。もちろんこの時間ぴったりにまた爆弾が落ちるのかってそういうことを言ってるんじゃありません。9時かもしれませんし10時かもしれない。ここで言いたいのはこの悲劇が起きたこのなんてことない時間っていうのがまたいつやってくるかわからないんだよっていうこと。いつ広島のような悲劇が 起きてもおかしくない。それをここでは言われている。それを筆者は私たちに警告しているんです。いつ死ぬかわからない。いつ原爆が落とされるか、またわからない。それをちゃんと気をつけておいてください。危機感を持ってください。そういうメッセージ、警告なんですよね。 それがこの6の中では書かれているんだと思ってください。そして最後、第7連で描かれるこれ。安らかに美しく油断していた。この油断っていうワードですよね。結構印象的だったかもしれませんが、まあ、さっきも言ったように、その当時の人、1945年当時の人たちは原爆っていうものがあったっていうことさえも知らない。それが アマツさえ、この8月6日、この日に落とされるなんていうことは予想さえしていなかった。原爆の危機など全く予想しておらず、もうその日は当たり前のように過ごしていた。もちろん戦時中ですから、ああといろんなも危機とか大変な思いっていうのはされてたと思うんだけど、でも、そんな中で原爆が落ちてくる今からなんていうのは想像もつかなかったわけです。でも、それに比べてじゃあ、現代の 私たちってどうでしょうか原爆が落とされたっていうその歴史を皆さんも知ってますよね。そして、そこで、そこで起きた悲劇っていうのを知っていますよね。当時の人は知らなかった。でも、今の私たちは知っている。なのに、知っている私たちがなんで安心しきって生活しているんですかなんで原爆に備えないんですか これが筆者が私たちに投げかけている疑問です。<laughs> もちろんあと確かにいつ原爆が来るか分からないいつどんなことが起きるかっていうのは私たち分かりません。だからもう全部が全部にこう万全に備えるっていうのはもう人間ですからどうしても無理なことはあります。なんだけどあとだから原爆に備えろっていうのを言いたいというよりはむしろ こんな悲劇がもしかしたらまたあるかもしれない。それを自覚してねっていうのが筆者が言いたいところ。この自覚してねっていうメッセージ、これはさっき言いましたよね。警告です。気をつけようねっていう、まあそういうメッセージなんですよね。だからこそ今の私たちはこの当時の人たち以上に油断してていいのっていうそんな。 警告。それが、この詩の中では描かれているんだと思ってください。はい。そして最後に、皆さん、この詩のタイトルなんですけど、挨拶ってありますよね。挨拶。まあ、こっちは漢字難しいので、まあ、読めるようにはしといてほしいんですが、挨拶。これ、どういう意味でしょう今回の詩のメインテーマっていうのは、原爆。そして、警告。それに対する警告でした。 じゃあ、挨拶って、こんにちはとか、おはようございますとか、そういうのですよね。どこに挨拶の要素があったのかということです。これ、3つあるんじゃないかなと私は思っています。まず1つ。挨拶。誰に対する挨拶かっていうと、原爆で亡くなってしまったこの25万人の人たちに向けての挨拶。もちろん、亡くなっている人たちです。だから、あっと、こんにちはって声をかける。 なんていうことはできません。ここでは、あい、挨拶っていうのは、こんにちはっていうのじゃなくって、向き合うこと。この時、亡くなってしまった人たちがいるんだというその事実に向き合うことを、まあ、挨拶というふうに表しているわけです。それから、今を生きるとも、まあ、ともよとありましたよね。これは私たち。 に語りかけているということでした。だから、今この動画を見ているあなた、ここにいる人たち、すべての人へ、これはさっきも出てきましたね。警告。危機感を持って生活しましょうね。いつ原爆がまた落ちてくるかわからないんだから、そういう意味での警告です。そして、 私自身自身身筆者ですねそれからあとこれを読んでいる人たちは自分自身のことっていうふうに思ってもいいと思います。警告するだけじゃありません。私自身も今を生きている人なんだからこういうことを気を配って生活しようという思いはあなたと共に私も抱いているわけです。だからこそ自分自身への決意。 っていうのがここには秘められるそういう意味で私に対しても語りかけるあなたに対してもこうメッセージを送るそういう意味での挨拶になっているわけですね挨拶っていうのはまあ人と人とがこう交わす言葉のやり取りないしあとまあメッセージをこう伝える思いを伝えるという行為ですそれをまあこう広く広い意味でとって まあこういう原爆で亡くなった人、そしてあなた、そして私、いろんな人に対して送る、まあメッセージ、言葉。そういう意味がこの挨拶というタイトルに込められているわけです。はい。じゃあ最後まとめましょう。この詩を通して石垣林さんが最後伝えたかったことって一体何なのか。ここですね。平和が奪われる危険。これは身近にあるものです。いつ こんなことが起きるかわからない。当時だってそうだったんだから。だから、危機感を持って、身近にある危険に対して危機感を持って生きましょうね。そうやって生きていかなければならない。油断しちゃダメだ。そういう強いメッセージが、この詩の中には描かれているわけです。はい。えっ、ー、と、今、この動画を撮っているのはまあ7月なんですが、まあ、8月、 には皆さんもその歴史っていうのを一度振り返ってあーとあこんなことがあったんだっていうのをまず知ることそしてまあ,あとこの詩で言われているような警告を受けて自分たちがどう思うかですよねそしてこの先をどう生きていくのかっていう、まあ、そういうの考えにつなげていってもらえたらいいのかなと思います。 はい。ということで、今回の動画は以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。